これから知事定例会見を始めます。終了時刻は11時を予定しています。ご協力をお願いいたします。まず知事からの発表がありますのでお願いいたします。はい、私から発表項目1点、ございます。2018年メキシコ選手団の合宿に向けた競技関係者の視察の受け入れ結果についてでございます。2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けたメキシコ選手団の本県での事前合宿については、対象となります全26競技のうち2018年から合宿の実施を計画しています13の競技の責任者の現地視察、先月23日から今月20日までの間受け入れを行いました。この視察の実施にあたりましては、現地での視察が、現地の調整がですね、円滑に進みおり、あらかじめ県とメキシコオリンピック委員会との間で合宿の受け入れに関する標準的な取り組みであるとか、あるいは滞在中の交流メニューを指針として取りまとめまして、各合宿地とメキシコ競技団体の双方に共有をしておりました。現地視察の際にはこの指針に基づく合宿地側の提案を双方が確認をするような形で調整が行われました結果、短期間の工程ではありましたけれども、全競技にわたって合宿時の受け入れ側の支援内容と交流メニューについて合意書が締結されたところであります。また2018年の合宿受け入れの時期や選手団の規模についても双方の意向が同意をされたところであります。資料では今回確認された合宿の受け入れの期間と派遣規模を一覧によってお示しをしております。ポイントは2つあるんですが、まず2018年の4月から約半年間になりますが、約300人のメキシコ選手が県内で合宿を行います。2点目は、合宿滞在中50日を超える交流機会を確保しているということでございます。で、早いこの組というかですね、チームは2018年4月からいらっしゃるということで、また交流機会もですね、これまでそのこの事例ですよね、これまでの過去の事例を見ますと、半日から1日程度ということになっているようでありますので、今回それぞれのチームはですね、かなり日数を抑えてこういう機会を確保していただいているということは、全国的に見てもこのキャンプ受け入れとして、特にこの交流を目的とした事前合宿受け入れというか、交流目的というのはですね、目的は選手が日本の関係で慣れたりとかということですけども、その中で交流というのも一緒に受け入れ側としては大きなウェイトを占めますけど、それそういう中で、先進的な取り組みになるんじゃないかと受け止めています。なおですね、この事前合宿の全体像については、年内を目途に、メキシコオリンピック委員会から残りの13競技も、含みます、合宿時期等を共有していただくということにしております。これは2020年に向けてということですね。で、今後各受け入れの市長におきましては、関係者が連携をした準備組織を立ち上げまして、今回の合意内に基づく合宿の受け入れ体制を本格化させていくということになっておりまして、県としても市長と協力しながらですね、受け入れの支援をしてまいりたいと思っております。私からは以上です。この件について質問がある者は挙手をして社名を名乗ってからお願いいたします。続いて幹事社質問に入ります。まず広島里山未来博2017についてなんですが、3月から開催されていた、
広島里山未来博2017が26日のクロージングイベントで幕を閉じました。この未来博を通じ、中山間地域の活性化、また地域づくりの担い手の育成を掲げて進めておられましたが、その成果と今後どのような展開を考えておられるのかお聞かせください。はい、まずは未来博の開催にあたりましては、県民の皆さんに広くこの周知を図るということについて、メディアの皆様方にですね、大変ご協力をいただきましたことにまず、御礼を申し上げたいと思います。で、この未来博、3月に三好で実施をいたしましたオープニングセレモニーから始まりまして、先日九州民球場跡地で開催をした里山三つ星フェスタ、未来フェスタですね、8ヶ月にわたって各地で、いろいろな多彩なイベントを開催をして、多くの皆様にご参画をいただいて、あるいはそのお客様としてですね、ご来場もいただいたりして、感謝を申し上げ、ます。で、数字的な目標ですけれども、当初の目標として、6000人の参画者っていうのはこの運営側に参画していただくということですが、それから60万人の来場者の増加ということを設定しておりました。で、これはまだ最終的に確定をした数字ではありませんが、10月末までの集計値に、昨日の三つ星未来フェスタの数値を加味をすると、速報値的に言いますと、参画者は1万1000人を超えて、来場者は60万人を超えるという数字になっております。里山未来博は将来の地域づくりのリーダーを発掘、育成をするということ、また中山間地域の価値に共鳴をする多くの人たちが地域を応援していただく、外からも定期的に関わっていただく、そういった機会を提供するということによりまして、持続的な地域づくりにつなげていくということがを目指して、活動してきたところであります。まずそういう中で、志応援プロジェクトではですね、中山間地域で、実施をされました、この地域の魅力を生かした取り組みですね、こういった取り組みに、目標の約2倍の6000人が1万1000人の超なので、これまだもうちょっと増えると思うんですけども、約2倍の人材が参画をいただいたということで、中山間地域の取り組みに主体的に関わるという意欲を持った方々がたくさんいらっしゃるということを改めて認識をしました。で、個別の事例で言いますと、地域内でのこの新たな連携であるとか、地域を超えたつながりが生まれたようなものもありましたし、一度役割を終えたものに再び価値を与えるような取り組みが実際に始まったものというようなことが、ありました。またシンボルイベントではですね、ハイコリノベーションにおきまして、このずっとプロセスをこう踏んで進めてきたわけですけれども、その中で、地域の内外の人に、関わっていただいて、隈研吾さんのデザインというこの新しい価値を付加をして、それぞれの拠点としての再生ができたということがあったと思います。で、3施設とも完成披露式を実施をして、おりますけれども、私も人と原小学校の完成式に出てまいりましたが、すごくたくさん子どもたちに来ててですね、これはまあ地元というか、その小学校校区だけじゃないちょっと周辺 の, 子どもたちも来てくれたんだと思うんですけども、もう本当に皆さんで祝ってくれたっていうか、でもちろんその人と原小学校の卒業生ですよね、もう私よりももう2回ぐらいの方々も含めて、たくさんいらっしゃってですね、本当に良かったなというふうに思いました。それからソーシャルライド、サイクリストの皆様に、この県内のです、
ですね、立山の普段は埋もれているかもしれないようなスポットに行っていただいて、でそれをまた魅力として SNS を通じて発信していただきましてですね、これも良かったなと思っています。で重要なことは、こういった取り組みを、一過性のものに終わらせないということでありまして、多くの皆さんが地域で、取り組まれた活動を、終了後も継続させて、あるいは発展をさせていくということが重要だと。でそれによって地域の活性化につなげていくということが必要だろうというふうに思っています。でもそのためにですね、昨年度この広島立山チーム500というのを立ち上げましたけれども、これは地域づくりに関わる人材のプラットフォームとして立ち上げたわけですけれども、このチーム500を通じて、参加された皆さんの交流と、それから活動に関する情報を、発信をしていくと、それをサポートしていくということをですね、そういったことなどですね、この未来に関わっていただいた皆さんが将来にわたって地域の担い手として活動を維持したり、あるいはその発展をさせていけるようにですね、支援してまいりたいと思っております。さらには未来博に参画をしていただいた皆様の声を聞くことで、いろいろと明らかになりました、地域づくり活動の資金の確保であるとか、あるいは継続的な共感者を増やしていくような方法、地域づくり団体が抱えるいろんな課題への対応ですね、継続的な活動を実施する上で、の課題について、今後具体的にどういったことができるかというのも検討していきたいと考えています。私からは以上です。この件について質問がある人はお願いします。